で皆さんよろしくお願いいたします。まずは海の皆様、事業者の皆様には、この間感染防止の取り組みにご協力いただきまして誠にありがとうございます。また年末年始を含め、そして今この瞬間も医療現場の第一線でご奮闘いただいております医療従事者の皆様にも合わせて心から感謝を申し上げます。どうもありがとうございます。まず今日の本部会議でも出ておりましたけれども、はじめに本日の新規の陽性者数は412人で、7日間の移動平均が 190.43、 前週比が 6.23 倍ということでございます。これオミクロン株疑いの陽性者の数だけで示しておりますけれども、検査が進むにつれてだんだんもちろんオミクロン株の発生が増えてくるんですが、現在で言いますと遺伝子検査も終わったオミクロン株の陽性者は124人確認されてますけれども、オミクロン疑いも含めますと、376人ということで、本部の資料374人と県外の方の2名足して376人ということで、約6割が置き換わっているという状況でございますが、当然今後の拡大でですね、足元でもオミクロン株の割合が増えておりますので、だんだんオミクロン株の割合が増えていくと思います。ただ一点、専門家会議でもご指摘があったんですけれども、割合は減ってもデルタ株の感染者もですね、それなりに出ておりますので、デルタ株については場合によっては重症化リスク等はオミクロン株よりも高いことも想定されるので、その点についてもですね、これは従来からデルタ株については対応したわけですけれども、注意する必要があるんじゃないかというご指摘もございました。ということで、デルタ株も増えてますが、いずれはどちらにしてもオミクロン株にどんどん置き換わっていくということです。全国のだと8割とかですね、ほとんどがオミクロン株というのは都道府県も出てきておりますので、そういう前提で取り組みを進めていくということです。それから専門家会議の意見も踏まえて、本日からですね、レベル判断をですね、警戒を強化すべきレベルということでレベル2に移行したいというふうに思っております。もともとレベル2の移行の目安ということで、昨年の11月に示しておりました、2週間後に必要とされる病床数が確保病床数の 30% を上回ると見込まれる場合、プラス感染者数とか近隣府県の状況を踏まえて総合的に判断ということです。ただですね、これはもうちょっと今日の都道府県知事会、全国知事会の意見交換もとか全部は聞いてるわけじゃないんですけれども、デルタ第5波では病床の逼迫ということを前提に、病床でって言ったんですが、感染者数の急増ということになってきておりますので、私どもも警戒を強化すべきレベルだということでレベル2に引き上げてますけれども、本当にこの、2週間後に必要とされる各病床が 30% になるかどうかについては、どれぐらいそのオミクロン株感染者の入院の必要性が出るのか、プラス根っことしての感染者数、必ずしもきちっと予測できるものではないということですが、今の我々が持っている国から示せる推計ツールとも含めても、2週間後には 30% 上回るだろうというようなことで、今回はレベルを上げさせていただきました。なお下に参考的にさまざまな数字ですが、1点だけ確保病床使用率、今生の数字でいきますと 27.6% でございますけれども、当初慎重の上にも慎重を期すということで、全感染者、それから一部オミクロン株感染者も全員入院させるという措置をしておった方がまだ病院の中に残っておりますので、今現在で有症状者とか重症化リスクのある方というと、約 14% ぐらいということでございますので、これは全体の感染者数が増えることによってどんどん減っていくことではないんですが、15% といったのにも大体似たような数値に来ておりますので、
そういう判断をさせていただきました。ちょっと長くなりましたけど、それから当然感染者数が急増してまいりますと、自宅療養者での療養体制を強化しなきゃいけないということでございまして、従来からさまざまな支援をしているわけでございますけれども、今回コロナを診断した医師などの地域の医療機関がその方についてはですね、電話診療とかオンライン診療というようなことで、いざとなったらそういうことをやります。さらにもっと病状が悪化すれば、必要に応じて、保健所と連携をしてですね、陽性者外来とか、訪問診療医療機関等によって受診検査をすると、訪問診療をするというような形にとるんですが、とりあえずすぐに、コロナ診断してもらった医師が電話診療オンライン診療をするということで、自宅療養者の安心につながるシステムを構築したいというふうに思っております。それから確保病床につきましては、これは病床数については、入院待機ステーション、臨時の医療施設110床も含めた、868床という確保病床は変えておりませんけれども、即応病床からですね、もう確保病床全部を稼働させる準備に入っていただくということをさせていただきたいと思っています。一定例えばもうすでに入院、他の疾病で入院される方がいるかもしれませんし、入院待機ステーションについては当然準備がいりますので、それについてはもうこの段階で入らせていただくということにさせていただきたいと思っております。それからワクチンでございますが、3回目接種の速やかな実施ということで、昨日の総理のご発言もございまして、いずれあれも具体的な措置として国の方から指示があると思っておりますけれども、それが上に書いてあります一般接種の方の前倒し、それから小児への接種ということで、例えば小児だと、まだ薬事承認取れてないということもあるんですが、その辺も含めて、いざそういう形で具体的に指示が来た場合については、速やかに実施できるような体制を今のうちからですね、医療機関、また市町村と連携をして整備を進めておくということに着手をしたいというふうに思っております。それから京都府の集団接種会場につきましては、前京都タワー会場だけ言っておりましたけれども、北部と南部にといったのを綾部ルネス病院会場と京都田辺中央病院会場の2カ所をその北部南部の会場として確保したいと思っています。なお京都タワー会場につきましては先行して1月24日から医療従事者、高齢者施設従事者等へ対象に接種を始めて、その他につきましては2月からということで、いずれもモデルナ社製のワクチンを使う予定でございます。なお対象については、市町村が発行します3回目の接種券を持っておられる方で、京都府民もしくはですね、京都府民じゃなくても1、2回目の接種を、京都府内の接種会場で接種された方は、他府県の会場を他府県の方でも対象にさせていただきたいというふうに思っております。予約方法につきましては下に書いてますけど、いずれにしても具体に始めるときにはもう少し詳細なことについては発表をさせていただきたいというふうに思っておりますが、いずれにしても3回目の接種につきましてはぜひとも希望される方は速やかに、接種を受けていただくようにお願いしたいと思っております。それからあと府民の皆様への呼びかけでございます。基本的には11月の24日の日に決めた呼びかけをベースにしておりますけれども、一部拡充されているのは本部会議でも申し上げましたけれども、無料の検査が入っておるということと、京都マナーへのご協力をお願いしておりまして、特に京都マナーについては当面1月15日と言っておりましたけれども、1月31日まで京都マナーへの協力をお願いしたいなというふうに思っています。なお無料の検査につきましては、現在府内74カ所で、無料の検査可能でございます。詳しくはホームページ上で
掲載しておりますし、なおかつどんどん拡充をする方向で努力をしておりますので、その都度ホームページ上で確認をしていただけるとありがたいと思います。それから事業者の皆様へということで、これは一つは業種別ガイドライン、これは感染防止のための遵守と、それから欧米でも話題になっておりますけれども、さまざまな社会経済活動を維持してもらうため、そうした事業者について事業継続計画 BCP を持っておられる方はその点検を行って事業の継続を図っていただくということと、業務継続計画を持っておられない方につきましてはもう事業の継続が図れるように業務の点検をお願いしたいというふうに思っております。それから、イベントにつきましては、これは11月の25日から当面の間ということで、要請しております内容、これは同じものでございます。引き続き感染防止対策の徹底をお願いしたいというふうに思っております。私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。